聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第8章12節です。口語訳新約聖書の151ページです。今日はこの聖書の箇所から希望の光の中を歩くと題して高野明牧師に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。人々はまた イエスはまた人々に語ってこう言われた私は世の光である私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう皆さんおはようございますようこそおいでく,くださいました、えー、少しずつ寒さも増してきますが皆さんはどんな時にこうまあ、冬が近いというか寒さを感じますか やはり私はあの車を運転しますのでこうえ車に乗った時にフロントガラスがこう氷っていうか霜っていうかあ今日もそうでしたエンジンで温めてえそれをこう消さないとこう出発できないああ少しずつ寒さを感じるなとあそういうことを思いました、まあ、そういう朝の早いこの第一礼拝ですけどもこのように多くの兄弟姉妹方と共に。 神様を礼拝しまた御言葉を通して神様は私たちに何を語ろうとしているのかそのことを深く学んでいければなと思います一言を祈りしますすべてを作りすべてをご支配したもう全知全能の神様この年もこの11月この日までお一人お一人をお守りくださり お導きくださり、支えてくださっているその恵みに心より感謝いたします。この年もお一人お一人さまざまなことを経験され、また世界的にも困難の中にありながらも少しずつ先の光を見ることのできるこの日であります。 賛美を通し、また御言葉が開かれました。どうぞお語りください。私たちは聞き、そのことを生活のただ中で実践しようとしているものであります。その力をどうぞお与えください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のお題は、希望の光の中を歩く。今日のご全体のテーマは、光。 というののが今日のテーマであります特にこの「八章」「ヨハネによる福音書の「八章」の十二節「私は世の光である私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう」「私は世の光である」とこうイエス様が語られたこのところからであります。 このヨハネによる福音書の特徴は他の3つのこう福音書とこう違うものがあります特にこの今日のお話の中でも私は何々であるというこの表現が7回出てまいります私は何々であるこのことを通してこのイエスキリストという方は私は誠の神神聖の宣言私こそ神なんだということを その表表現でしでにそのイエス・キリストの「実体シリーズ」と名前を付けさせていただいておりますがイエス・キリストの「実体シリーズ」の3回目であります。最初には「私は生ける水の川ですと」とこうイエス様がおっしゃいましたそして2回目は「私は命のパンである」そして今日は「私はこの」 世の光であるというこの表現を持ってご自分の神聖宣言、私こそ真の神なんだっていうことをその世の人たちにこう伝えようとしているこのメッセージがこの言葉にもう含まれております。世の光、皆さんもいろんなところでこうお聞きしたり見たり、割とこう馴染みのある表現かなと思います。 私にとって非常にこの「世の光」というのは特に馴染みのあるこの表現です。というのはあの外国に生活させていただいて日本に戻りましたで2週間目にこのお電話をいただいてちょっと手伝ってほしいとこのいた,だいたのがこのキリスト教書店なんです。でその キリスト教書,書店に、まあ、アルバイトで最初勤めて、まあ、結果的に8年間勤めさせていただいたことになるんですがそのキリスト教書店の名前が世の光書店です、まあ、そのものですねこの「世の光書店」という名前が初めでした。 まあその後こう命の言葉社さんにこう合併といいますかそういう風になっていきましたので「ライフセンター福島書店」というふうにこの名前変わりましたでも私にとってはこの「世の光書店」しばらくねその看板がやはりこうありましたよ皆さんにこう変わっていったとしてもね。でそこにやっぱこの地球上に何かこのイエス・キリストをこう述べ伝えていきたいという。 お付けになった方の思いがその本屋さんの名前に現れているんだなということを思わされましたで今日はこの三つのポイントでお話をさせていただきますけれどもまずこの一番目このイエス様が世の光という言葉をこう語られたこの言葉の活用、まあ、どういう意味でこのイエス様が語ったのか とということとその当時の人たちはそのどういうことを捉えていたのかということですねそして2番目はこのイエス様が人々の前で「私は世の光です」と言ったこの先生ですすね宣言のの目的というのがありますそして3つ目は毎回お話しさせていただいておりますがこの御言葉というのは私たちの生活の中でこの活用していくというか適応していく。 今日のこのこ聖書の歌詞が皆さんの生活の中でどうそれを用いていったらいいのかということを見ていきたいと思います。まず一番目この「私は世の光である」とイエス様がおっしゃったこの言葉の活用この意味というかそれはどういうことなのかということをこう見ていきたいと思います。でこれというののははやはりその当時 この2000年前イエス様がこう歩まれた時代にこの「世の光」であるっていう言葉はどういうふうにこう用いられたのか今の私たちがその言葉を聞きますと私のように働いてた書店のことを思い出したり「世の光」っていうとなんかこう非常に輝いてる活躍してるっていうそういう何かそういうイメージがあります。当時のことを少し お話しさせてていいいいただいてあそうううここととなのかっていうことですね当時のこのイスラエルの人たちというのはこの「世の光」っていう言葉を結構いろんなところでこう使っていたことがわかります。世の光それはイスラエルのことイスラエルそしてエルサレムのことも「世の光」と言いました。あるいは族長たち アブブラハム・イサク・ヤコブ彼らもその時代にあって光と輝くこの世の光であるあるいは有能な指導者たちレビたちラビたちそういう人たち指導者たちいやすごくあの方は世の光だなってこうねこう表現しておりましたあるいはユダヤ人たちがこういつも自慢している この盲星を通して与えられた盲星の立法契約その盲星の立法はこの世にあって世の光それを守っていれば私たちは神様の前で正しいもの義と認められるという意味で世の光だっていうふうにこう捉えていったんですね。それとまたこの世の光というのはいずれ自分たちの民族に現れるメシア まあギリリシャ語で言いますとキリストそれを世の光つまり自分たちが暗黒の中そして他の国から支配されているそこから自分たちが解き放たれて神に愛されているこの自分たちのイスラエル国家としてこれから生きるんだっていうねメシア待望そういう意味でメシア世の光。 で究極的にはこの世の光というのは神ご自身のことを世の光とこう呼んでるですから今いくつか挙げさせていただきましたが随分幅が広いんですよ。すごく活躍してる人間の人も世の光いやあの人はすごいな輝いてるなあれは自分たちが持ってる立法あるいはエルサレム場所のことを言ったり民族のことを言ったり。 でも一番の究極はその神ご自身のことを「世の光」とこう言わんとしているのがこのことですからこの「世の光」ってこうイエス様がおっしゃった時に「ん?」とみんながねこう聞き耳を立てるほどのこのフレーズなんですね。でこのことをね分かるようで分からないので何かこう日本のこう 私たちが日常を使っている話の中でこう例えられるもの何かないかなと思って考えておりましたこれにが近いのかなと全く同じとは言いませんけどこういうことです皆さんも聞い,て聞いたことあると思いますが「〜何々の神様」聞いたことありますエレキの神様寺内だけ 彼はね、エレキの神様って言われたんですよ。上手でした。でも会えなかった。行きたかったんですね。やっぱり私なんかはあのこの。エレキで育った時代ですから。寺内武とか、ベンチャーズとか。ぜひね、こう生きてる間行きたい。ずっとずっと思って。時々こう日本。公園いつかな、どこかな。 なんとベンチャーズが米沢市民会館に来られたんですこの時だと思いましたよ私 <laughs> 何ぼ払っても行く日にちを見た水曜日の夜 <laughs> 牧師が変装して市民文化市民会館に行ってベンチャーズって。 一瞬グッとこう引きつけられたけどグッと神様お前何やってんだとなんか神様私にそれにねこう参加させまいとするこんな身近に来たのにねこう扉が開かなかったとか開けなかったというかね二度目来ましたなんとね群馬県 栃木県これは福島宮そうしたらなぜかね関西の方に行っちゃった <laughs> なんでこう上に上がってそっちに行くのまあ結局ですねオリジナルメンバーのこの何人かはこうなくなったのでまあ残念ながらまああの音楽聞いてねこう楽しんでるっていうのが私なんですがこのエレキの神様 こうエレキの中で最もやはりこう上手に弾けるっていうやっぱりそういうことをこう言わんとしてるんですよ。あと皆さん聞いたことあると思うけど経,、ね、経営ですごくこう上手でもう本当にもう倒産かなというところにこう派遣されるとそこをねこう黒字にしてそしてまた別のところに行くとまたそこをこう盛り上げていく。 これ「経営の神様」っていうそういう言葉でまあ松下幸之助さんなんかもそう言われますねそうするとみんなねこう聞きに行く教えを買うというのがあります一番人々に馴染んだのはお客様様は神でです南ハロこれお客様は神様です。南ハロ でまあ、言わんととしてることはわかりますねお客様が来て私たちこう歌いて、えー、あるいは芸能の関係の人たちはお客様来なければ成り立ちませんという意味でお客様様は神様ですとでも今までね私クリスチャンになる前はあそんなもんだなと思ってましたけどどうも聖書に触れ自分自身が「 この誠の神唯一の神という方を信じ生きてるとどうも何かねこうんとかの神様って聞くと、うん、言わんとしてることは意味はわかるとだけども人間が神様ではないよな神によって作られた私たちはものであるけどもその分野では卓越してる。でもそそそれは神がのの方ににように 与えてくださった賜物をその方が開花させたからだから「背後には神様がいる」「神様ではなく神様のような」っていうんでもちょっとまた入り過ぎかなと思うようにこうなってきます。ですから今日のこの「私は世の光である」っていうこの言葉フレーズ自体もこの当時2,000年前のこのイエス様が歩まれた時代は「 結構頻繁に「いやあの人は世の光だね」「いやあの人は大したもんだね」というふうに自分たちも周りの人も言い合ったそういうフレーズだっていうことですね。でそのことを通してイエス・キリストが「実は私は世の光だ」ってこう言い切れる皆さんどうですか ねえ先ほどの日本のあれですけども「私は何々の神様です」ってこう人から言われることはあるかもしれませんけども自分が自分のことをそう言い切るっていうのはこのなかなかこれできないもんですよね。それだけこう自信があるっていうかそれだけ確信があるっていうことがこのところであります。そして2番目 一番目はこの言葉の活用その当時どうこの「世の光」という言葉が使われていたのかということをご紹介しました。じゃあ2番目はじゃあそういう中にあって頻繁にある面で使われたその言葉私は世の光だとこう宣言されたその目的って何なのかっていうことをやっぱりこの「私は世の光である」っていう この背景を知るために非常に大事かなとこう思わされます。で、このところを通して見ていくところは何かと言いますと、少しこのページを前の方に見ていきますと、この七章の三十七節からも今日読んでいただいたところが続いています。三十七節、祭りの終わりの大事な日に。 イエスは立って叫んで言われた。実はあの私は生ける水の川ですというその言葉をこの祭りの時にもこう語りました。この祭りの終わりって何か。この祭りというのは仮様の祭りという祭りです。ユダヤ三大祭りの一つです。一つは過ぎ越しの祭り、そして七週の祭り、そして三つ目はこの仮様の祭りです。 1>, 1年の最後のこの三大祭りの一つでまあ月で言いますと10月です収穫をするそしてみんなが喜びに満ちた一番この喜ぶことを表したのがこのカリオの祭りです。もともとこのカリオの祭りというのはイスラエルの民がエジプトに400年間奴隷をしそこからモーセという指導者を通して導き出された。 ところがなんと約束の地ナンの地には40年間かかってやっとそこに到達したことがこの「旧約聖書」の中に出てまいります。でその間彼らはまさにねこう転倒生活をして転々とこうしていっただから仮のこう住まいだから今もこの仮用の時にはそういうものを作ってねそこで自分たちの先祖が。 そういう大変な生活をしたっていうことをね、えー、こうする祭りでもあります。大変な40年。しかし、神様が私たちの先祖たちを助け出したんだっていう。この歴史のこの証、それをこう国民全体でね。味わう。そういうものです。で、その中で特にこの特徴ある祭りの中では2つあります。それは？ イスラエルの民が水が水なかったそれでモーセに水を出してくれって言ったときに岩から水があふれ出たそしてもう一つは私たちのこう導き出した神様は我々と共におられるんだ昼は雲の柱夜は日の柱彼らと共にこう見るとね夜見ると 神様がおられる神の栄光が光として現れているというねえそういうもの私たちはただ荒野の砂漠のこの生活をしているんではなくて神ご自身が私たちともにいるっていうね、まあ、喜びのそのお祭りなんです。ですからこのカリオの祭りの時には2つの大きなことをしてます。日中は基本という 水泉がありますがそこから白ムというところにこう水が引かれていって祭祀はそこに行って水を汲みそして神殿のところにあったこの祭壇の周りに器があってそこに水をこう注ぐというねそれを毎日毎日しました一週間の祭りであります大変ですね日本の祭りも結構昔は長かったです3日とかそういう ものですね。それから皆さんも、お,お祭りっていうと、なんかワきワきしますよ。私なんかもね、クリスチャン家庭でありませんでしたので、そういう街のこう祭り。で、昔の祭りっては、ものすごくこう賑わってましたし。えー、あのー、サーカスも来てましたね。いろんなお店もずらーっと出てね、それはそれはもう楽しい。 特に私が行っていた小学校のすぐ近くにね、その大きな神社もありまして、このお祭りがあったので、まあ小遣いもらって、えー、そこでこう見に行ったり、食べ物を食べたりっていう、なんかやっぱそういうものはこう楽しみがあったかなと思います。ユダヤ人たちもね、この大きな祭り、特にエルサレムの神殿に行ってそれをこう味わう。たくさん人が集まってくる。日中は我々先祖に与えられた その奇跡と思えるようなこの砂漠の中でこう水を与えられたですからそれを思い起こすために祭子たちはその白浜の池のところに行って水を汲んでそしてそれを毎日毎日ねそうやってこう目に見える形を通して我々は今も神様から その命の水をいただいているんだっていうね、それをこう,こう目に見える形でこう続けていったのが記念の祭りです。これは日中です。じゃ夜はどうしたのかというと、この神殿。今もエルサレムに行きますともう,う上のもの建物は壊されて別なものが建っておりますけれども城壁がこうあります。神殿というあるんですけれども、そこに異邦人たちの庭があり。 婦人たちの庭があり、イスラエル人たちの男性の庭があり祭子がありそしてまた聖,女子聖女とといいうことがこうはっきり分かれています。ですから私たち医法人はこの柵があってそれ以上はこういけないというはっきりねこう分かれていたことがこう記されています。でこの今日イエス様が立って叫んで大声で宣言したというのは そのイスラエルの人たちが入って最初のこう婦人の家婦人の庭というそのところです。それはどうしてかというとそこにこうい銭箱献金箱が13ほどあってその資格でこのイエス・キリストがこの宣言をしたことが分かります。日中は水を汲んで祭壇に器に注ぐじゃあ夜はどうしたのか。そのの婦人の庭とというところに 4つのこう巨大なね食材が掲げられてそして夜そこにこう火を灯すそれはねなんとその明るさはエルサレム城の路地っていうか隅々までねこう明るさが照らしたほどにこの食材の輝き それがはっっきりしてたっててた言われてるんですよそれが毎晩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 そして最後の日ですからえ祭りの最後ですからもう人々が集まるそしてその日が照らされるエルサレム中隅々までそれが光り輝いている人々が来る そうするとなんとねその食材のところで祭司や日頃むっつり顔をしてるパリサイ人たちがなんと一晩中踊ったつ踊って歌ってまあきっとあのフォークダンスしてたかもしれないですがチャンチャンチャラランチャンチャンチャらんンチャ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  あの中学校高校時代は私たちの時代はねあのフ,ォークソンフォークダンスやもう全盛時代でした。とかいっいねで知らなくてざーっと踊ってましたいやーあの女,女の子来るなとか言いながらですねこう手をつないでね、まあ、そういう引き返しがないですから。後ででかったんですけど その,フォ,ークソングの中フォークダンスの中の一曲はこのエエルルサレムののイスラエルの曲だとうことが分かりましたこう水を汲みに行ってそして「いや水ありがたー」ってこうまあ水イコールイ,イスラエルですからもう向こうに行きますと普通のこう飲み水ジュースよりも水の方が高いんですからねそれぐらい水があって生活命なのでその水を汲んで水が与えられたって っいう歌がああののフォークソングの中にあった知らないでヘブル語の歌を必死になってみんなでやってたというねだからよく私たちはあんまりね聖書に出会ったことないとかイスラエルにこう関係してないとこう言い切れないなって後になってか分かりましたですから日頃こう真面目だカっ,ってやってねきつい顔してたあのパリサイ人があれや祭司たちがその諸代の周りをね もう夜中10年歌って踊って神様を感謝してたっていうのがこういうの文献読んでましたら「朝の鶏が鳴くまで踊ってた」っつうんだすごい喜びようだったんだなっていうのが一年の中で最もこう嬉しいねこの祭りがこの狩り用の祭りのそして最後のこの時でしょ。そして 大きな食材でそれが光がもうエルザレジムを照らす人々が集まるそしてそこで日頃むつりが推していたパリサイ人たちが踊るその脇で宣言したの私は世の光である」こう言った「私は世の光である」って言ったのがこの場面なんですよそしたら「ん今何つった誰が言ったんだ ナザレ出身のあのイエスが言ったというのがこのところですからものすごいこの緊張とそしてまた喜びと人の群衆のただ中で私は世の光であるその人その一言を言ったということは自分が神であるメシアである神聖宣言をしたその言葉なんですねでそれっていうのはものすごく大切であり あるいはパリサイ人たちから言えば罪自分を神と言っては何なんやとねえどうしたんだっていうねなんか今関西弁なって言いましたけ <laughs> 昨日からあの結婚式があって関西からこうお客様も来てたのでなんかついつい出てしまいましたけど自分が自分を神様って言ってどうするんだと言ったということは冒涜罪だよ。捕らえられ 最終的には死に追いやられるっていうこともありえるんですね。でここでイエス様がなぜその場所でその日でその時間でそのことを言ったのかその場所でって言ったのはこのことなんです。人々は自分たちの先祖がエジプトから引き出され水が出たそして彼らの住まいをね照らすその神の栄光 そのことが照らした夜は照ららししたた夜はそのことをみんな喜んでいるけれどもそしてその食材の間でみんな喜んで踊って歌ってるけどもそこに集まるんじゃないんだと私が召し屋なんだよと私がみんなが待ち望んでいた神ご自身なんだ私のところに集まって喜びを共にするこのことを言いたかったんですね。 これがイエス・キリストの「私は世の光」であるっていうこの神聖宣言した目的なんです。お祭りは1週間たてば終わります。光も朝になれば消えます。そしてみんなが集まって「あ今年も祭り終わったか?」。あの皆さん経験あります私もありますよ。 あのお祭りのあと何か落ちてないかなーなんてね次の朝行ったりして「あのお金落ちてないかな」とか「物落ちてないかな」なんか耳っちいんですけど結構あるんですよ。でも前の日のあのにぎやかさ明るさあとは打って変わってシーンとして片付けられた何とも言えないねこの寂しい そういう思いをして書いたことが何度かあります。イベントってそういうもんですよ。そのところに今日みんなで騒いでみんなでやった。さあ終わった。食べに行く。わーって言った。ああ明日帰りか。って。なんかね終わっちゃったか。今年もまとまった休みは終わりだ。じゃあ来年まで待って頑張るかみたいな。そういう感じなんです。祭りも終わる。 喜びも終わるそして神様が自分たちに奇跡を起こしてくださったのは随分前に起こったけど最近見てないな自分は経験してないなそんな感じを持っている人々ですまあ一年に一度こんなにみんなで喜べるだけ集まられるだけでいいじゃないかとこうあっていくようなそういうただ中です。しかしかイエススキリストはここのところで この私は世の光で私こそ真の光だ一時的じゃない一週間で終わりでない今日で喜んで終わるだけじゃなくてみんなで集まらないと喜べないそういう喜びじゃないんだと一人一人の心の中に灯し火をともすことのできる真の光私こそ飯や救い主イエス・キリストなんだっていうことをね その場所が最もふさわしく宣言される場所だったんですよ日中は水が運ばれてきた時に「世の光」っては言わなかったんだ水が運ばれてきた時は私は行ける水の川ですって言った毎回毎回組まなきゃいけないんじゃなくて組まなくてもあなたの心の中にこのイエス・キリストを迎え入れる時にあなたの内側から湧き出てくる このあなたを明日にあさってにこの進めることのできる命の源が私キリストなんだっていうその日中はそれで言った夜は光り輝いているさ最中にいや私こそあなた方がこれから永遠にあなたの心の中に灯し続ける ということをねそこで宣言したわけですよ日中は日中夜は夜その場所その場所にふさわしい宣言をイエス・キリストがしたのがこのところですこのところを通して私たちが3つ目適用でありますこのイエス・キリストが私たちに「私は世の光である」語ってくださいました そしてその後に私に従ってくるものその誠の光その光を自分の心にああ暗闇のところあるなとどうしても自分中心で生きてしまうところあるなそこに神をお迎えしたときに神様が 私に願うこと求めることそこにこう聞き従っていこうとするまさにねこの闇の内に歩くことがなく命の光を歩く私に従ってくるもの私の弟子になりなさい弟子の一人としてあなたが召されたものであることをこのところでこう言っています。弟子というものはこのはこ師匠が 語ること、すること、それを真似、自分がそのようにこう,こう身につけていく人をこう弟子とあります。このところから三つ御言葉を開いて、私たちが今日のこの私は世の光であるという言葉のメッセージのまとめとしたいと思います。一つはその時その時にこうふさわしい言葉を語る。 っていうことを、私たちは、今日のこの出来事を通して、学ぶことができます。先ほども、お話ししました。日中は、祭司たちが、白浜のところに行って。祇本の、泉か、泉から、こう流れてくる水を汲んで、祭壇のところの。こう、器に注いだとありますね。その時に、私は生ける水の川だって。まさに、水と、水。 のメッセージをした夜は夜で大きな巨大な食材から光照ら,わす照らされてる時にそこで私は世の光だって光だからみんな光を見てるから光の話水を見てるから水の話皆さん私たちの生活の中で適応としては皆さんがいろんな方々とお話をし導きそして生きていく中にあってその相手の人は今何に関心があるのか 何が一番適してるのか何をその人が今求めているのかというそのところに合った言葉そして行動出来事をしていくと「んそれどういう意味?」ってこう相手の心を捉えるでないですかイエス様はそういう面では適切な言葉を語ってるなと思います。ヨハネによる福音書のこののここ一章とろを開き,開きしてみてみください ヨハネの一生の四節五節特にヨハネは全体のテーマの中で光とか闇とか命そういうものを何度か何度か出しておりますのでそれがテーマの一つであることが分かります135ページヨハネによる福音書の一生の四節五節をご一緒にお読みしてみましょうかはい この言葉に命があったそしてこの命は光の中であった光は闇の中に輝いているそして闇はこれに勝たなかったその時その時に合う言葉そしてそのところをよろんで,んでいくそしてもう一箇所開いてみてくださいエペソビトエの手紙の5章です エペソ人への手紙の5章、305ページです。パウロという彼はまさにクリスチャンを迫害する最先鋒としていた彼にあのダマスコの登場で。 光まさに神様の栄光の光が彼に現れたことを通して彼の人生が一変しましたまさにあの光こそキリストの光ですそして彼自身が大きく人生変えられたところであります五章の八節からお読みしていってみましょう五章の八節はいあなた方は以前は闇であったが今は主にあって光となっている。 光の子らしく歩きなさい光はあらゆる善意と正義と真実との実を結ばせるものである。そして十五節、はい、そこであなた方の歩き方によく注意して賢くないもののようにではなく賢いもののように歩き今の時を生かして持ちなさい今は悪い時代なのである。 歩き方によく注意しなさい歩くっていうのは生活するという意味ですですからあなたの日頃置かれているその生活の中で子育てで孫育てであるいは仕事の中で従業員に対してあるいは自分自身の経営に対してあるいは自分の信仰生活に対してこの時この場所この状況で何を語ったらいいんだろうかどういうふうに自分が振る舞ったらいいんだろうか。 この歩き方に注意しなさいとこう出ていますけども私の友人に靴屋さんがおります何十年も靴屋さんをしていますある時彼に話をして教えてもらったことがあります彼は靴を直しますので靴の底の減り方を見てその人の性格が分かる,ってなる皆さんちょっと、まあ、別に足の見なくていいですよ 私なんかもあだいたい減り方はわかります。つま先の方が減る人、具体的に聞いてみた割とせっかちです。急いでる人でつま先でこうやっていきますから。ねじゃあ後ろの方はまあ割とゆっくりどっしりという方です。一番聞きたくなかったのを聞いた。あのこの外側の端っこだけこうねこれは私だから。 みたいな「あ<ー>ええー」ってなるほどなそれから気をつけてねこう内股にこう歩くようにして <laughs> 身につかないなかなか注意してもやっぱり減るところは同じだまあそのように知らず知らずに人々の歩き方イコール生き方性格というものが その一つ一つつに出ていいるんだなということを思いまファウルはこのところであなたの歩き方生活の仕方言葉行動そしてあなたの判断選びそのところにあなたがよく注意して賢くない賢くないもののようにではなく賢いもののように歩く自分中心 もちろんそれも自分で判断して最終的ですけど私の考えはこうですしかし皆さんはどう思っているところもあるのかな自分を知り周りを知りそして私たちが一番知るべきところは今まで闇の中を歩いてた自分の中にこの光なる神が私にどのように歩もうとして教えているのかなっていうことをね 私たちは聞き訪ねていくことですそして2つ目適用でありますがイエス・キリストを喜ぶということですイエススキリストを喜ぶ先ほどお話ししましたように彼らは1年の中で一度1週間のその仮用の祭りもう絶好調でねみんなで集まっていやー我々は祝されている確かにそれは。 素晴らしい紅葉が伴うものですでもその祭りが終わった途端に「ああまだ来年までだ」とこうねその喜びはどこに行ってしまったのか。でもイエス・キリストはたとえ祭りが終わってもあるいはその食材の光がたとえ消えたとしてもあなたの心の中の光は消えません。これがイエス・キリスト。私のもとに私のにを喜ぶ キリストを喜ぶことがあなた方の力なんだそのことを私たちは知ることができるわけです聖書一箇所を開きましょうこのエペソの後ろのピリピ人への手紙このところはまさに喜びの書簡あのパウロという方が同じこの書簡をお書きになりました 皆さんよくご存知のように獄中書簡の一つと言われていますエペソもそうですこのピリピもそうですローマの獄中の中に捉えられていたこのパウロが環境的には不自由さもある行きたいところも行けないでもそういう中にあって彼が。 喜び、喜び、喜びと何度も何度も語ったのがこのところです。4章の4節から312ページご一緒に読んでいってみましょうか。312ページ、はい。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。詩は近い。何事も思い患ってはならない。 ただことごとに感謝を持って、祈りと願いと捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない。神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。お祭り終わりました。でも彼はとらわれの身です。でもとらわれの身の中にあった でも彼の心は喜びは変わらなかった環境は人は奪うことできるしかし彼の心の内にあるキリストイエスにあって自分の人生変えられた持ちられてるこれからやるべきことがあるっていう彼のその飯は誰も取ることができなかった獄中の中で自由に生きてる人たちに対して喜びなさい主にあってと 励ましの言葉を語れるほどの彼に変えられていったことですもう一箇所聖書を開いてクロージングにさせていただきたいと思いますがマタイによる福音書の5章の14節です5章の14節です3つ目の適用は何かと言いますと皆さんお一人お一人が実は世の光なんだっていうことをイエス様が語ってるからです またによる福音書5章の14節6ページになりますはいお読みしましょうかはいあなた方は世の光である山の上にある町は隠れることができないまた明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいないむしろ食材に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのであるそのようにあなた方の光を人々の前に輝かし そして人々があなた方の良いよいよいを見て天にいますあなた方の父をあがめるようにしなさいののの一番の大元の光はイエススキリストですしかしイエス・キリストのところに来る受け入れるそしてあなたがそのまことなる光をあなたのうちにいただきその光を輝かせていくと皆さん自身が 世の光正キリストになるってことなんですよあなたの家庭にあなたの地域にあなたの職場にあなただけかもしれませんしかしあなたは世の光なんだこの時代のあなたが光るものとして与えられている人なんだっていうことをね私たちはこのところを通して教えていただいていますあるアメリカの方の証を読みしたいと思います 食品店の駐車場にいた私とボーイフレンドのところにホームレスと思われる一人の男の人が近づいてきましたその男の人は近くのファーストフードのレストランでタコスというねメキシカンの食べ物を買いたいとですので1ドルを恵んでくれませんかと丁寧に私たちに頼んできましたボーイフレンドは即座に財布を取り出し その人に20ドル1ドルは100円とすると2000円ほどをあげましたその男の人は初めは断りましたボーイフレンドは説明しました楽でない世の中ですよね何かのお役に立てばその男の人はついに受け取り彼と一緒に祈ってもいいと言ってくれました祈りましょうと言ったんですよね 私たちはキリストが彼を守ってくださるように、キリストが彼をずっと世話をしてくださるようにと祈りました。私たちは彼が道路を渡り、レストランに入るのを見ました。車に乗るとすぐに、私はボーイフレンドに何が彼をそんなに寛大な気持ちにさせたのかと尋ねました。彼は簡単に答えました。神様が。 彼を助けなさいと僕の心を揺り動かしたと感じたからですただそれだけだあなた方は世の光であるキリストだったらこの暗闇の中でどう語るのかなどうなさるのかなそれを今の時代この時代 使わされている皆さんにもそのまことの光をすでに与えてくださってそれを生活のただ中で光り輝かせるあなたならではの光としてあなたならではの言葉と行動を通してあなたができることがあるからです。お祈りりしして参りましょう天の地の神様私は世の光である どんなに暗い闇の中を歩いても恐れることなくキリストの光によって生きることができますそしてあなた方は世の光である私たち自身が主をキリストとして使わされていることを覚えます主をどうぞ私たちのその証しを光照らしてください用いてくださいそして私たちを通して イエスキリストの光が多く広がっていくことを願います主イエスキリストの名前を通してお祈りいたしますアーメン応答の祈りをしてまいりましょう